まずは静岡市の清水庁舎跡地への移転を計画している桜ヶ丘病院についてです。静岡市の田辺市長は今日の会見で、病院を運営するジェイコーが第三駐車場での建設を前向きに考えていると話しました。一番影響を受ける恐れのあるジェイコーさん、ジェイコーさんに迷惑をかけてはいけないわけですね、今回の私の決断が。ということの中でジェイコーさんが第三駐車場を前向きに考えていくと、あれ2300平米であるけども、ここで前向きに考えていくと。今日の会見で田辺市長は、桜ヶ丘病院の内野直樹院長や病院を運営するジェイコーが清水庁舎の駐車場の中で一番広い第三駐車場への移転を前向きに検討していると話しました。清水庁舎上空です。候補地として上がっているのが、道路を挟んだ向かい側にある第三駐車場です。現在の桜ヶ丘病院の敷地面積が6600平方メートル、およそ3分の1の広さとなっています。駐車場への移転は、清水庁舎の移転事業が当面凍結されたことから市が提案したものです。老朽化が激しい病院の早期の移転を実現させるために、敷地は狭くなるものの候補に上がりました。うちの院長が明確にそれを前向きに捉え、歓迎をすると、そして検討していくというふうにおっしゃっていただいたのは、大変私どもにとっては心強いなというふうに思っています。田辺市長は、ジェイコーが大きな課題だとしている医師の確保についても一緒に汗をかき、最大限下支えしたいとしています。